Hey guys, thank you so much for checking out Chris's Room. 今日はね、すっごい大切なポイント。マジ幸せな人生を手に入れたい、収入を上げたい、好きなことで生きていきたい、楽に生きていきたい、ね、楽しく人生を生きていたいって思っている時のナンバーワンルールがあるんですよね。それはね、これなんですよ。何か変なことが起こったら他の人のせいにしてはいけないっていうことなんだよね。もう一回言うね。他の人のせいにしてはいけません。はい、そうなんですよ。生まれてきただけで It's all right. It's all right. ね、仕事が辛いなんでって会社のせいじゃないんだよ。あなたのせいなんだよ。ね、収入が低いそれ会社のせいじゃないんだよ。自分のせいなんや。ね、これが気づけるようになると問題がチャンスに変わってそのチャンスにとっての行動が取れるようになるんだよね。でも誰かのせいにしていいんだっていうマインドを持っていると何が起こるかっていうと収入が低いと会社のせいなんだよね、社長が悪いからね、いやマーケットが悪いんだよねって、今景気が悪いからねって言って、いや僕もともと持ってないんだよねって言って、もうこの悪い現状が続くっていう現実的な理由を自分で作っちゃってるんだよね。で自分で作ってることだからそれはリアルになってしまうわけよ。ね、なのでマジ本当に人生変えたい、幸せゲットしたいんやったら他の人のせいにしちゃダメよ。マジわかる？これ本当に大切なんですよ。もしこれ今直していかないともう大変なパパになるよ、大変なママになっちゃうよ、大変なおじタリアン、大変なおばたりになっちゃうかもしれないよ。いっつも誰かのせいにしてる。いやもうあの人が悪いから、田中さんが本当にこれできないの、学校がこれがでね、息子の学校がね、息子ができなくてね、もう本当に旦那の収入がね、いや妻がいつも怒っててさ、あれそういう人嫌だよね。そういうのやめようぜ。ある？自分の人生の結果は自分で作ったんだっていう責任感を持てるようになっていかないといけないわけよ。そのようなマッチョ的なファイト的なうわっていうのを自分の腹で持ってると何が起こるかっていうと、さっきも言ったんやけどね、何かが起こるとちえこれ俺のせいやんって言って、どうやってこれ直していくんやって言って、自分でその問題に取り組んでアタックして改善していくことができるんだよね。ね、本当に悪いかなね、これねちょっと社会人なんだよな、高校生とか中学生とか幼稚園とか小学校の子でなんかね宿題をやらないといけなくてやらなかったから怒られたっていうのは、いや自分のせいだよ、あんたが宿題やらなかったよっていうのはちょっと違うと思うんですよね。やっぱり自分の環境をコントロールできないと思うんですよね、子供は。だからちょっと子供の場合はアンフェアだと思うんですけれども、マジ社会人になって収入が低いとか言ってたら収入を上げる方法を学べばいいじゃん。難しくないよ、勉強してたら。マジ。ね。自分の体重とか自分の体変えたいんだったら運動を学べばいいじゃん。運動ができない人は習慣の作り方とか学べばいいじゃん。ね。でも、こうやって人のせいにしているとネットフルを見たり、時間の無駄遣いしたりとか、問題についてアタックせんのよ。で、このような人が人類にいっぱいいるから、今の社会がぐちゃぐちゃになってるんだよ。ね、マジ。言うけど僕今アメリカにいるんだけど、半端ねえよ、わがままな大人たち。ね。いや、これ、今のこの行っているのは、誰かのせいだ、トランプ大統領のせいだ、政府のせいだ、相手が悪いんだ、アメリカの景気が悪いのは中国のせいだとか。お前さ、step up, buddy! step up! fight, man! fight for your right! っていう感じなんだよな。まあこれはね、ちょっとね、聞きづらいかもしれないんですけど、マジ、これ、本当なんですよ。誰かと喧嘩に入ったら、その人が喧嘩スタートしたからじゃなくて、あんたが喧嘩買ったからなのよ。ね。あなたがグレー企業にいて仕事が嫌いだったら、あなたがその仕事を選んだでしょ？上司からの仕事があって上司からの断れないのって言ったら、あんたが断ってねえからじゃんかよ。あんたが OK って言ってやりたくないことやってるからじゃないかよ。責任持てよ。いや、そうすると社会的な目線がそれ気にしてるからそうなってんだよ。そもそも社会的な目線って間違ってるやろ。このマス的なっていう考え方は。で、マス的な考え方って50年でひっくり返るやろ。だから今社会的に認められる考え方っていうのは50年後には絶対認められてないから、社会的な目線とか気にしてたら自分の人生を幸せにできるかって言ってできるわけないやろ。社会的な人が幸せかって言ったら社会的な人はミズリーだよ。悲しいよ。社会的な考え方を持っている人は悲しい生き方だよ。うまくいきません。努力が足りないんです。もっと努力やります。いやー、でも努力やったんだけど足りないんだったら努力が間違ってるんだよ。もっと努力あるでよ。お前休みすぎなんだよ。もっと努力すればいいんだよって。何言ってんや。ある？そんなことを考えていると社会がダメになって、今度経済がダメになるわけよ。経済の変なお金が回ってくるんだよ。変なお金が、自分がやりたいことをやって誰かを幸せになって、自分も幸せになって、相手も幸せになって、社会も幸せになって、天も地球もね、愛も喜ぶっていう感じじゃなくて、ビジネスで成功すればいいんだ。人から認められればいいんだ。会社で認められればいいんだ。上司から褒められればいいんだ。社会的に認められればいいんだみたいな感じで、わかる？ね、本当にわかる？今の東京、日本の政治がダメだったら政治家のせいにするなよ。マジこれうざいよ。政治家のせいにするってどういうこと？政治家どのぐらい大変かって知ってる？政治家やってて。で、どのぐらいのシステムになってるかって知ってる？ね、黒船の前の政治とか、普通の人政治家になれなかったんだよ。ね。で、明治に入ってきて、徐々に変わってきて、軍の時代があって、戦争とかやって、中国行って、コリアやって、ロシア行って、で、今度ハワイとアメリカ行って、で、戦争を起こして、ね、で政治も変わってくるんだよ。アメリカが入ってきて、で憲法とかもアメリカが作ってるもんで、それをエクセプトしないといけないとかで、政治も大変なんだよ。で政治家やってみな、ぐっちゃぐちゃだよ。政治の変な考え方とか古い考え方がまだまだくっついてるよ。で政治家わかる？人のこういうもんなんだよ。地球っていうのはそういう星なんだよ。ぐちゃぐちゃのものがいっぱいあるわけよ。でそれについて自分はどう変えて、自分をどう生きていくのか、生かすのか、自分はどうやって生きていくのかっていうところにフォーカスしないといけないんだよ。わかる？テレビとか見てて、テレビが変だよね、マスコミが変だよねって、ね、大統領が変だよね、総理が変だよねって言って、わかる？それ考えてて何が起こるの？何にも起こらないんだよ。What do you get by doing that? You become dependent. わかる？インディペンデントじゃなくて、一人で立ってるっていう感じじゃなくて、ディペンデント。私は政府が必要なんです。私は会社が必要なんです。自分で自分に必要な決断が作れなくなるんだよ。ね。わかる？例えば僕は、この間、ね、自分のサンダルを外に置いてたら、犬が食べたわけよ、ブルーが。ね、そこにいるんやけど。ね。サンダル食べちゃったわけよ。穴が開いたわけよ。ね、くっそーブルーって怒ったんやけど、それおかしいやろ。僕がそこ外に靴を置いたの。犬は靴を食べるんだよ。犬はそういうもんなんだよ。ね、だから犬に怒ってもしょうがないからどうやったらいいんだっていうと、そこに靴を置かない方法を考えるわけよ。ね、鍵なくすんだったら自分で鍵なくしてるんだから、鍵をなくさないようにしないといけないんだよね。これ本当にそうなんですよ。わかる？ちょっと待ってね、犬が。Hey, hey, buddy. Hop up, hop up. Yeah, buddy. Yeah, buddy. You ate my sandal. この子がサンダル食べちゃったんやな。Lovely, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. マジ。本当に。いや、もう本当にね。もう本当に世界で他の人にしてる人多すぎ。マジ、他の問題を他の人のせいにしてたら自立できないよ。You can't change your life if you keep blaming other people. You have to stop that. マジで、本当にこれやめた方がいいよ。誰かのせいにしてるっていうのは、ね、政治のせいにする、法律のせいにする、税金のせいにする、収入が少ない。収入上げれる方法、上げる方法を学べばいいじゃんっていう話なんだよね。ごめんね、ちょっとね、今ね、これはセンシティブな時になってクリスね、ちょっと燃えてるんですけれども、ね、本当にこういうことなんですよ。わかる？みんながこうやって自分の人生の責任を取るっていうか、自分のミスを責任取れる。問題から学べることをピックアップする。問題があったら、いや、この程度でよかったよねって言って、で、問題が何を学べるんだろうって言って、そこからなんか学んで自分を変えていく。それがみんなでやることができたら、こういう変な政治とかで一瞬なくなるわけよ。変なマスコミのニュースとかが一瞬でなくなるわけよ。ね。そうやって変えていくんだよ。わかるよ。他の人がこれやってるからって言って、みんながそれやってて、でもみんなが間違ってるって自分知ってたら、それやっちゃダメだよ。You have to be strong. そういうリーダーシップがないといかんやな。そうやってみんなでこうやって考え方を変えていくと、We're gonna evolve. We're gonna shift our thinking. Evolve っていうのは進化するっていうことなんだよね。で、今、まさに地球全体で進化が来ているんだよ。コロナもあるし、ね、こういうコロナのせいでビジネスがもう本当に山ほど潰れていっているし。ね、でも本当にアカデミックの人たちとか、そういうエコノミストの人たちはこうやってゾンビビジネスって呼ばれるビジネスとかでね、本当にギリギリ、ね、沈んでなかったビジネスがコロナのきっかけで潰れていくと、それは本当に一時的に悪いかもしれないことに見えるんだけど、実はそれでそのビジネスがなくなるおかげで、ね、もう無理だっていうビジネスが長く続いてるのが終わっちゃって、今度新しいビジネスチャンスがめっちゃ出てくるわけよね。ね、だから新しいことって僕たちの人生、僕たちの地球、僕たちの世界にいっぱい入ってきてるんだよ。毎日新しいことが来てるのね。でもなんか辛いことができた時に他のせいの人にしてたら、自分で進むことができないんだよ。なんか悪いことが起きて怒られたら、いや、今日自分の日が悪かったのは上司から怒られたから、彼女からこういうことを言われたから、お母さんからこういうことを言われたから、ちゃう。Don't be your knee-jerk reaction. 自分のムードは自分でセットする。何か辛いことがあったら自分でそこから学ぶ。OK。以上なんですよ。わかる？だからね、スネ夫とジャイアンが嫌なことやってたら、スネ夫とジャイアンのせいにしないの。わかる？いや、でもジャイアント強いから、じゃあお前が強くなれよって。あなたが強くなればいいじゃん。なんで言うのよって。その考え方をやめろって言ってるのよ。やめなさいって、その考え方を。わかる？あなたはもともと強いんだよ。ね。だから大丈夫なんだよ。できるんだよ。だから他の人のせいにしない。自分で自分の行動の責任を持っていく。簡単ですかって言ったら、他のせいの人にしている方が全然簡単だよね。マジ。ね。僕は本当に前、ね、ブラックって言ったらいかんな。だからグレー企業みたいな、ちょっと辛いところで働いてたんだよね。で、その時は会社のせいとか上司のせいとか、僕はビクティムになってたわけよ。あの人が悪いんです。犯罪者がそこにいるんです。私がいい人なんです。みたいな。で、ね、数年経ってよく考えたら、自分がその会社を選んでたんだよね。自分が正直言って面接の時、この会社の匂い変やなって気づいてたんだけど、自分でそこに入れたんだよね。で、今度入って会社の暴力っていうか、そういうハラスメントを受けた時に、僕はその時これおかしいですって言ってやめればよかったんだけど、やめなかったのが僕のせいなんだよ。逃げてたんだよ。怖かったからやめなかったんだよ。それで会社のせいにしてて、いや、会社が辛いからとか言ってたんだよね。でも本当に大人の視点から考えると、自分がそこに入れてたから、そこは僕の責任なんだよね。ね、そのような考えなんだよ。で、これはもちろんエクストリームの場合は超大変なことになります。ね、本当に犯罪の人から被害を受ける。ね、そうやって、で、大変な被害を受けるっていう時はもちろんそういうエクストリームの場合は、もちろん例外はありますよ。そんなひどいこと言ってるわけじゃないよ。ただ単に僕が言っているのは、ね、なんか問題があったら他の人のせいにするのをやめてください。ね、政治の問題を政治家のせいにするのやめてください。わかる？政治家の、変な政治家がいるのは、変な人たちがそれを OK って言ってるからなんだよ。みんながこれ NO って言ったら変わるわけよ。今アメリカで何が起こってるの？ Black Lives Matter, man. Black Lives Matter. もういい加減にこれもう NO です。ね、黒人の人生を大切にしないといけません。OK? No more って言って、みんなが、ね、これ世界全体でね、このデモが起こってるわけよ。それで何が起こったっていうと、いろんな都市で警察のディファンディングっていうのが起こってるんだよね。これ知ってる？ディファンドポリスっていうのは、そのお金を警察署に流れるのをやめましょうって言って、そのめっちゃ大金の全てお金を、ね、警察に動くんじゃなくて別の部とかを作ろうよ。ね、ホームレスの人がいたら警察を送っても意味ないわけよ。わかる？警察銃持って行ってホームレスの人たちがここに行けなって言っても暴力みたいなもんじゃん。そういうホームレスの人とはホームレス警察じゃないけど、ホームレスレスキュー、ホームレスヘルプ軍部みたいなのにお金を流すわけよね。でそうするとそのホームレス専用たちのサポートのスペシャリストが入ってくる。ね、今アメリカで本当にコンビニの前とかスーパーの前でちょっとメンタル的に被害を受けて、メンタル的に変わっている人がなーとかやっていると何が起こるかっていうと、全員警察呼んでるわけよ。で警察署の、ね、警察のトップの人たちもみんなに向けて全部警察に任せないでくださいって言ってるわけよね。ね、全部警察に任せないで別の部門を作って。I believe that I'm able to stand here and discuss this with you.Is a testament to God's grace and His sweet, tender mercies. メンタルヘルスが必要な人はメンタルヘルスを送ると、ね、で男女で戦っている人はそういうピースメーカーの部を送ってくださいって、そういうふうに進化しているわけよね。だから昔は警察すべてっていう感じだったんだけど、今は Black Lives Matter っていう感じで本当に法律も、ね、法律も変わってくるんだよ。みんなの意識が変わると。だからお国のせいとか政治のせいじゃなくて、これはそれを見ている人たちのせいでもあるのよ。そういう見ている人たちがね、変な警察とか変な政治とかを見てる人はもういい加減にやめてくださいって、そうすると変わるんだよ。ね、そうやると変わるの。だから会社で働いている人たちはみんなでこれやめようって言ったら変わるんだよ。ね、それが実は法律なんだよね。で法律もそうやって変えていくんだよね。マスメディアもそうでしょ。マスメディアっておかしいでしょ。ね、本当に幸せになるニュースじゃなくて、人が興奮してわーってなって感情的になって、あいつは悪いやつだみたいなニュースが大好きだよね。本当に今 LINE ニュースとか Yahoo ニュースを今すぐ開くと、どういうことがあると、特にエンタメに行くと間違いなく極端なニュースが2つあるよね。一つはこの芸能人かわいい、この人最高、この人が本当に偉い人でいい人なの、成功してて正しい人なの、素敵っていうニュース絶対あるでしょ。今すぐ見てみて、絶対あるよ。で反対側はこの芸能人がこんなとんでもないことをしたとか、こんな悪いことをしている芸能人がいる、この芸能人はアウトだみたいな、これ極端なのよ。ね、それ見てる側も疲れるでしょ、作ってる側も疲れるでしょ。なんでこういうニュースがいっぱい流れてるのっていうと、見ている人がそれでとか言ってるからなんだよ。見ている人がこれもう見ねえよって言ったら変わってくるわけよ。だから YouTube とか伸びてるわけよ。もうマスじゃなくて YouTube 行くぞとか、ね、そういうやり方もあるんやな。ごめん、今ちょっと話飛んだんだけど、ポイントは他の人にせいにしているからって言っても、自分は他のせいにしないで。本当にしちゃいかんぞな。でこれは本当に難しいことだから、僕個人もこのビデオを見て、今度なんか悪いことは誰か気にならないことが起こると、ちっくしょうあいつのせいだとか言って、ああこのビデオ作ったからこれもう言えないなとかなっちゃうんやけどな。まあ本当にね。 Alright, thank you very much。 ぜひね、このビデオがちょっとでも役に立ったな、 0.1% でも役に立ったなと思ったら、ぜひライクボタンを押していただけると幸いです。 Thank you。 でもしね、別に押さなくてもいいんだけど、押してくれると嬉しいです。で毎週ね、このようなビデオをアップしていますので、本当に人生が幸せになっていくような考え方、ね、どうやってメンタルを変えていって、自分の行動、発言を変えていくのか、自分の行動の結果を変えていくのか、やる気が出る方法とかね、いろんなことを話していますので、感情的にならない方法とかね、いろんなのやっているので、ぜひチャンネル登録して、であと月曜日の朝ね、6時半からライブやってます。で6時45分から瞑想っていうのを、グループ瞑想やっているので、瞑想のやり方気になるんだけどやったことないなとか、ちょっとやってみようかなって思う人はぜひね、6時45分朝早起きしてね、 Let's meditate together. Alright, you guys, thank you so much for checking out, and I love you, and I'll see you in the next video. ありがとう!